元首相の発言っていうもののね、うん、持つ意味を我々はどう受け止めるべきなのかっていうことなんですよ。でつまりね、元首相っていうのは、いや元首相だから意味があるって言うんだったらですよ、例えばまだご存命の方が何人かいるんですね、まあ、中曽根さんを筆頭にですね、まあ、中曽根さんも議員ではないですけどね、あと海部さんもまだいるんですね、それから羽田さんもまだいるんですね。でもあの人たちが何言っても多分何も意味はないと。で小泉さんもちろん、まあ、前の前の前の総理です、今もすでにね。ただ、まあ、あれだけ長く勤めて、しかも 今の、3分の2を持っているのは小泉さんの功績であると、しかも郵政選挙で功績であるということで、まあ、ちょっと特別な意味を持つっていうことは分からなくはないんだけど、どうなんだろうとちょっと僕はなんか、うん、意外な感じも実はしたんですね。所詮元首相、アメリカでね、元大統領が何か言ったところで、なんだ権限も何もないし何言ってんのっていうね、まあ、普通親善大使でどっか行ったりするぐらいですよね、うん、畑さんとか元気にまだにあちこち行かれてるけどね、つまりそのなんていうんですか、あの力権力の源泉は首相という職に伴うものなんであって、小泉純一郎というものは、まあ、今一国会議員であるけど、まあ、たかがおっさんおじいさんでしかないんだと、小泉純一郎という個人は。でそれが首相になった瞬間に大変な権力者になって、首相を辞めた瞬間に権力はなくなる、ということじゃないと本当はいけないんじゃないかと思ったりもするときに、小泉首相のね、元首相の発言というのがこれだけ重みを持つっていうことについてちょっと考えておいた方がいいのかなと。まあ首相が軽いっていうことで相対的に重くなるっていうのは分かんなくはないんだけど、日本においては地位に伴うじゃない権力というものがなんかあるように見えたのね、今回。でアメリカでは大統領職を辞めたらどんなに大統領だったとしても別にもう関係なくなると思う。それはちょっと何なのかなと思ったんだけど、山本七平の空気の研究によればですね、うんうん、あの空気を動かすその作用因子の最たるものは、まあ、彼は厳然性って言葉で言っていますけどもね、うん、要はまあ生々しいもの、うん、あるいは人々が、まあ、それに注目することによって空気が変わってしまうような何者かなんですよ、うん、で、まあ、小泉純一郎氏はですね、基本的に、まあ、カリスマだった。カリスマ だったのは分かるんだよ。だったですよね。実際、日本の空気を変えて小泉さんでなければできないことをやった実績があるわけですよね、うん、であるがゆえにやはり権威があるんですよ。でそれはあのいわゆる制度的な地位に基づく権威ではない、やっぱ実績に基づく権威で、それだけの実績を上げた人が、あるいはもっとぶっちゃけて言えば麻生さんよりもはるかに優れた資質を持つ人が